で、特筆すべき成分ということで、これは最後ですね、カリウム、リン、ビタミン B6、スコルジニンってあります。スコルジニン、先ほど説明した通りですね。で、この中でやっぱり今回伝えたいのはビタミン B6 に関してですね。このビタミン B6 活性っていうものがあって、これを持つ化合物が、3つあります。これはですね、ピリドキサール、ピリドキシン、ピリドキサミンっていう3つの成分があります。これがですね、ビタミン B6 っていうのは、リン基質だったかなとか、タンパク質っていうものに結びついてこう存在してるんですけれども、これは体内に入ったりとか調理したりすると、分解、解消されるんですけれども、そうするとこういうような成分に分解されると。で、こういうものは、副酵素としてですね、多くですね、いろんな活動をしてくれて、主にアミノ酸代謝とかを助けてくれるということですね。で、その他ですね、免疫機能の、正常化を、安定させてくれたりとか、血液、赤血球のヘモグロビンの、合成を助けてくれたりとか、脂質代謝もしてくれるし、いろんな効果が、あります。あと皮膚の、抵抗力を高めたりとか、そういう効果もあるということなんですね。で、このビタミン B6 に関してはですね、過剰、摂取とか、不足することってほぼほぼないんですね。普通に食事してたら、普通に生活したらほぼほぼないです。でも、たまにあるよっていうことでちょっと説明したいんですけども、不足するとどういうことがあるかというと、炎症系ですね、皮膚炎だったり口内炎だったりとか、舌炎とか、そういう炎症系が起きると。で、その他、貧血とか、リンパ球の減少とか、そういった健康被害があると。で、大人の人が、ビタミン B6 不足になると、うつ状態とか錯乱状態とかになったりとか、脳波にちょっと異常が、来たりしたりとか、そういうようなことがありますと。で、過剰摂取の場合はですね、感覚性ニューロパシーといって、感覚神経障害、と言われるものになるんですね。で、さっきこの不足すると、で、大人だとうつ病とか錯乱状態になるみたいな話をしたんですけど、なんで大人をちょっとピックアップしたかというと、抗生物質を長期にわたって投与されてるとか、飲んでる方とか、常時こう使っている方っていうのは、これ不足しやすいんですね。なかなか普通に生活してたら不足しないとは言ったんですけども、そういった特定の人とかっていうのは、不足しがちなので、ちょっと、ここだけ頭に入れてください。例えばなんかこう、感染症になったりして、一定期間抗生物質をと処方されたりとか飲んだりとかすることもあると思うんですね。そういった時に、こういうちょっと貧血気味だなとか、ちょっとなんか気分がこう下がってきてるなっていうと、もしかしたらビタミン B6 不足かもしれないので、それちょっと頭に入れておくといいかもしれないですね。はい、ということ で動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければいいね、高評価ですね、するとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたら、ぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ、何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラポクシェンのポー。